神はネヘミヤを選び出しました。エルサレムの町のことをほとんど知らない、ただそこにルーツを持っている、自分の父あるいは祖父の時代にエルサレムに住んでいました。ネヘミヤ自身は捕虜の子供としてエルサレムから遠く離れたペルシャで育ちました。私事で恐縮ですが、私の両親は現在静岡県に住んでいますけれども、もともとの出身地は神奈川県です。親戚もほとんど神奈川県に集まっています。子供の頃に何度か遊びに行きました。大人になってから旅行で行ったこともあります。ネヘミヤと自分を比べてみるというのも大層おこがましいのですけれども、彼がどんな思いでペルシャを離れてエルサレムに向かったんだろう、想像するときに、どうしても自分と当てはめて考えてしまいます。例えば親戚の一人がやってきて、あなたの両親の故郷神奈川県のために手を貸してほしいと言われたら、一体どうするだろうか。まず何よりもなぜ私なんだろうと、言いたくなると思います。私は両親の故郷のことをよく知りません。適している人はもっとたくさんいると思います。今よりも自分がもっと若くて独り身の頃でしたら、これは面白そうだと、面白半分に出かけたかもしれません。けれども生活基盤がすでにここにあるのに、それらをすべて投げ出して両親の故郷のために、立て直しのために旅立つというのは、かなりの大義名分がないと思い越しが上がらないのではないかと思います。けれどもネヘミヤは招きに応えました。正確には誰も来てほしいとはお願いしていません。ネヘミヤに与えられたのはエルサレムが荒れ果てているという情報でした。その事実を聞いたときに、ネヘミヤはまるで大切な家族を失ったかのように嘆き悲しみました。これまでの勤勉な、おそらく私生活においても何の落ち度もないような、真面目一辺倒だったネヘミヤが、朝に晩に、仕事に差し支えるほどさめざめと泣いている、そのような嘆きの中で苦しみながら祈りながら自発的にエルサレムへと足を向けます。私たちも日頃からショッキングなニュースに囲まれて生活をしています。傷つかずに、誰も傷つけずに日々が過ぎていくということがありません。聞きたくない話を聞かなければいけない、心を打ちのめされるような話も聞かなければならない、けれどもネヘミヤ記から知らされるのは、その中に何か大切な意図が隠されている、誰も気づかないような本当に小さな神の促しが隠されている。ネヘミヤは自分が聞きたくない話の中に神の招きを聞き取ることができました。だからこそ強いられてではなくて、自分から喜んでエルサレムへと向かうことができました。前回ネヘミヤ記をお読みしてからちょうど1ヶ月が経ってしまいましたけれども、前回お読みした3章から本格的な工事が始まりました。ネヘミヤたちが工事をしているのは神殿ではなくて、神殿を囲む城壁です。ただの壁かと思われるかもしれませんけれども、エルサレムの壁は町全体をぐるりと囲んでいます。町を
敵から守るために壁は大切な役目を果たしています。壁を直すということはエルサレムの町を立て直すこと、壁を壊れたままにしておくということはエルサレムの町をほったらかしてしまうことになります。最初には誰がどこを修復したのかというリストがありました。名前を見たところで全くちんぷんかんぷんだと思いますけれども、それもそのはずで、無名の人々ばかりです。そして工事に関しては全くの素人たちです。中にはエルサレムに住んではいなかった遠い町からやってきて手伝った人もいました。これまで全く面識のないバラバラだった人たちが、しかしこのような作業を通して神によって一つの群れが作り上げられていきます。壁が完成するとともに信仰の共同体も強いものに成長していきます。今朝お呼びしたのはこの工事に対する妨害行為です。主にサンバラトという人物が中心です。この哀れなユダの者どもに何ができるか、修復して生贄を捧げるつもりなのか、一日で仕上げようとでも言うのか、灰の山から焼け石を拾い出して生かして使おうとでも言うのか、できたとしてもそんな石垣など狐が登るだけで崩れてしまうだろう、これでもかと侮辱したような言葉が並びます。けれども残念ながら事実としか言いようがありません。さすがに狐が登るだけで崩れることはなくても、大きな台風や地震には耐えられないかもしれない。予算も働き人も十分ではありません。リストを見てみますと、日頃は香料を調合するような繊細な職人や女性たちが働いています。建造物としてこれが十分に強度があるかと言われたら、自信を持って首を縦に振ることはできないでしょう。ですから敵が言っていることは紛れもない事実です。だからネヘミヤは言い返すことができません。ここでもまたネヘミヤは傷つきました。そして傷ついた姿をそっくりそのまま神の前に差し出しました。ネヘミヤは物分かりの良いふりはしません。信仰者だから、あらゆる困難に耐えて、あらゆるあざけに耐えて負けないんだというふりはしません。私はこんなにひどい仕打ちを受けて、こんなに傷ついたんだということを、ありのままに晒します。取り繕わない、破れかぶれの捨て身の祈りです。ネヘミヤの祈りはすぐには聞かれませんでした。言葉通りに聞かれたのかどうかも分かりません。どうしてかというと、敵は囚われの身になって恥ずかしめを受けるのではなくて、今度は武器を持って乗り込んできます。ますます力を得てネヘミヤたちを脅かしにいきます。しかしこの中に小さな芽が出ていることを見逃すことはできません。38節、民には働く意欲があった。人々には働く意欲があった。おそらくこの人たちにもあざけりの言葉は聞こえていました。この人たちもネヘミヤと同じように傷ついてすっかり打ちひしがれてしまったと思います。けれども彼らは手を止めませんでした。侮辱されて
傷ついていたネヘミヤが素直に神の前に祈る姿に人々は励まされたんだと思います。ネヘミヤの祈りが人々の工事の力になりました。そしてまた同時に人々がコツコツと素人ながらに働く姿を見るにつけて、ネヘミヤはそこに神の技を見てまた再び力を得て前に進んでいきます。緊急事態宣言が解除されて、礼拝がこのような三部形式ではありますけれども差し当たって礼拝が再開されてから1ヶ月が過ぎました。いいことなのか悪いことなのか分かりませんけれども、私の中で少しコロナのことを忘れつつあるように思います。日常生活を取り戻し、習慣としてもちろんマスクをしますし手洗いもします。しかしそれが習慣になっているからしているだけで、以前のようにどこかで感染したかもしれない、この手に菌がついているかもしれないというような緊張感が少し失われているように思います。振り返ってみますと、学校が休校になり始めた3月から大方2ヶ月間自粛期間が続きました。もちろん今現在、そしてこの先を含めますと、もっともっと長い期間になるでしょうけれども、すでに過ぎた2ヶ月間だけでも私たちは多くのものを失いました。子供を持つ親としては、また教育の場に身を置くものとしては、子供たちの学びの機会が奪われることは本当に耐え難いものでした。それだけではなくて、収入そのものが途絶えてしまった、生活に困窮された方もいます。また言われのない誹謗中傷を受けて、信頼を失ったという方が企業でもまた個人でもあるかと思います。一方で、この感染症の予防のために仕事の内容はより煩雑になって、通常の業務がちっともできなくなってしまったという仕事もあることと思います。何よりもこの感染を防ぐ手立てが全く整わずに、世界中で今もたくさんの命が失われていることは、私が改めて申し上げることではないかもしれません。私たちはこの2ヶ月あるいは半年、世界中でたくさんのものを失って、私たちはこんなに傷ついているんだということをもっと神様に訴えてもいいのかもしれません。少なくとも私に関して言えば、これまで神様の前でどこか物分かりの良いふりをしていました。傷ついた自分を隠して、今すでに起きていることを頭で理解しようと努めました。今からでも決して遅くはないと思います。自分は本当は悲しかったんだ、自分は本当はこうしたかったんだ、こうして欲しかった、自分にしか語ることのできない嘆きを神様に聞いていただこうと思います。そして私たちが洗いざらい、すっかり神様に打ち明けてしまった後に、その中に神様の促しを見つけたいと思います。ネヘミヤがペルシャを離れてエルサレムへと旅立ったように、そして罵られながらもこの工事を進めることができたように、傷つき時々祈りながら私たちも歩むべき道を探っていきたいと思います。お祈りをお捧げいたします。ご大天の父なる神様、
礼拝の恵みを感謝いたします。ネヘミヤの心からの祈りに私たちも思いを馳せています。私たちはこれまで祈るべきことを祈っていなかったかもしれません。どうか私たちの口に祈りの言葉を与えてください。あなたの御前にあって正直に悲しんで心から嘆くことを教えてください。どうか私たちの傷ついた心と体をもっとよくご覧になってください。あなたが御手を伸ばして私たちの傷に触れて癒してください。あなたが癒してくださるのでなければ私たちは立つこともままならないのです。あなたを信頼することでしか生きることのできないこの小さな群れをどうか顧みてください。このような私たちのために命を差し出してくださった御子イエス・キリストの恩憐れみと祝福とがこの地上の傷つき悲しんでいる全ての人に与えられますように、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。アーメン。